髪棚に対して客観的にどのように思ってますか。髪棚に対して主観的に思ってる人っているの？天皇ぐらいじゃない？一応天皇家はあの神道の中での一応こう神様ポジションだったので、昔は、まあ、今では一応天皇っていうの人間ってことになってますけど、あの昭和の終戦の前まで天皇って神様で、なので神棚に天皇を飾ってたんですよね。でその後俺人間なんすっていう人間宣言があって、まあ、変わったんですけど、なので基本的にはその天皇家以外の方は神棚については全て客観的な話をしてるはずなんですよ。なのでそこの客観的っていうのをあえてつけた理由がちょっとわからないので、ひょっとしたらこの人天皇家の人かもしれないですね。